エンタメニュース音楽、亀梨和也がザ・カバーズでサザンの真夏の果実を初カバー。 UA ゴスペラーズも夏の名曲を披露。2023年8月9日14時アーティストが思い出深い名曲をカバーする NHKBS プレミアムの音楽番組ザ・カバーズ、日曜午後10時50分 NHK 総合ではそのスペシャル版を年に数回放送しており、8月24日放送の第6弾のゲストで UA、カトゥーン、亀梨和也、ゴスペラーズが出演する。サマースペシャル真夏の楽園音楽ナイト午後10時と題し、この季節に聴きたい夏の名曲を涼やかに送る。 MC のリリー・フランキーと上白石萌歌は納涼気分で浴衣姿で登場。番組ナレーターはキンキキッズ堂本光一が務める。 UA は1996年に大ヒットを記録した夏を彷彿とさせるナンバー、情熱など多くのヒット曲を放ち、新曲会いに行こうは今年7月から東海道新幹線の発着チャイムに起用されている。現在はカナダの離島で暮らす UA が激レアとなるテレビ出演。小さい頃から大好きだったというイエローマジックオーケストラの夏の名曲君に胸キュンを UA ならではのサウンドで初めてカバーする。さらに自身の夏の名曲情熱を今の彼女の魅力が詰まったスペシャルアレンジで届ける。4年ぶりにソロアーティストとして新曲クロスを発表した亀梨は、今年デビュー45周年のサザンオールスターズの歌い継がれる夏歌真夏の果実のカバーに初挑戦。亀梨がずっと聴き続けてきたという名曲を真っ白の衣装に身を包み、アコースティックサウンドに乗せて聴かせる。今年12月にデビュー30年目に突入するゴスペラーズは、80年代後半から90年代に大ヒットを記録した米米CLUBのサマーソング「ロマン飛行」をアカペラでテレビ初披露。最新の夏ソング「サマーブリーズ」も5人の爽快なハーモニーで披露する。番組ならではの3組のレアなゲストラインアップに MC のリリーは、この3点盛り何ですか？寿司とラーメンとカレーをワンプレートに入れたみたいなラインアップなんですけどと言って笑いを誘った。そんな激レアの3組によるトークセッションではの夏の名曲カバーへの思いやお互いの楽曲やパフォーマンスへの印象トークで大盛り上がりの展開に。 UA が涼やかで耳が全開放で幸せになったと語ったゴスペラーズのパフォーマンス。リリーが湿った声で濡れた子犬のような歌い出しからゴージャスになっていく感じが色っぽかったと表した亀梨のパフォーマンス。そして亀梨が自由な音楽の贅沢な世界を見たと称賛した UA のパフォーマンスは必見だ。収録後 MC の上白石もとても贅沢な時間でした。皆さんそれぞれに思い描く夏があって、それが選曲に現れていた。改めて日本の夏の音楽の幅広さを楽しませてもらいましたと感想を述べた。さらに番組10年のアーカイブスから夏歌ヒットカバーセレクションもオンエアする。前の記事へ一覧に戻る。次の記事